去就が注目されていたテレビ朝日、下平さや。カーナが半分広島移住を宣言したが、東京と広島を行ったり来たりする、その労力もとろうに、終わる可能性が出てきた。年明け、夫である長野久義外野手が、読売ジャイアンツ、が FA で獲得した丸義弘外野手の人的保障で、広、東東洋カープへの移籍が決まった。これによ、下平アナは同局を退社して、広島についていくのか、仕事を続けて長野に単、未赴任をさせるのかの決断を迫られていた。ところが、その結論は半分広島移住といううる、トラシーだった。3月まで、下平アナは朝の情報番組ワイド、スクランブルでのニュース、純散歩のナレーシ、4を帯で担当。土曜日は系列のインターネット局、アベマトイビーの、ミノモンタの夜バズの生放送に出演し、収録勤務を強いられていた。この状態で、下平アナが勤務を続ければ、広島に行っても日帰りせざるを得ず、夫と一緒に過ごせる時間は限られてしまう。下平アナと同局が話し合った結果、出された結論が半分広島移住という特別待遇だった。当面の間、会社の休暇や代休を使って、ウィークデーは広島に住み、土曜に出社して、ミノモンタの夜ズ生放送に臨み、日曜に純散歩ナレーションの収録を行う。これによって、ワイド、スクランブルは3月いっぱいで降板となった。とはいえ、有給や代休には限りがあり、それらを使い果たした時点で、再考されることになりそうだが、仕事を週末だけに集中させる。特別待遇は、他の局員に不公平だ、と波紋を呼びそうだ。当初、下平アナはテレ朝社員としての業務と広島での生活を両立させるのは不可能として、休職をもう知れたと言います。ところが、下平アナに退職も休職もしてもらいたくないて、レアさとしては、社員の身分のまま、週末のみで、金という裏技を提示したようです。なんせしょう、川彩香アナ、宇賀夏実アナという二大女子アナエースが退社となり、これ以上、離脱者が出ると、戦力的にも痛いし、会社のイメージもなわれてしまいかねませんから、テレ朝も下平アナの慰留に必死だったようです。テレビ局関係者、ひとまず一件落着し、た下平アナの去就だが、あいにく夫の仕事は先行き不安なスタートとなってしまった。3月29日からの古巣巨人との開幕3連戦で、長野は全試合スタメンを外され、出場したのも石井のみ。4戦目となった2日の中日戦では今季初スタメンとなり、初本塁打を記録する活躍を見せたが、3日は再びスタメン落ち、4日は相手の先発が左投手とあって、2度目のスタメン起用となったが、プロ1年目か、ラレギュラーを張ってきた長野にとっては、な、うとももどかしいシーズンとなりそうだ。広島は丸の代わりに長野を獲得しましたが、あくまでも保険です。中堅は野間俊翔、右翼は、鈴木誠也で固定されていますが、左翼は内野からコンバートした西川龍馬を育て、
たいというのが緒方浩一監督の方針です。現状西川の調子が上がらないので相手の先発投手の右左で長野との併用となっていますが、西川の状態が良くなれば長野は代打要員になり下がってしまうかもしれませんね。スポーツ紙記者。そうなってしまえば完全なベンチウォーマーで、せっかく下平アナが仕事を犠牲にして内助の功を発揮しても半ばトローに終わってしまいかねない。長野といえばすでに FA 権を有しており、広島での起用法に納得がいかなければ今季終了後にもその権利を行使する可能性もある。その結果在京球団に移籍することになれば下平アナが完全復活することもできる。それを考慮すれば下平アナは身の振り方についての結論を急がない方がいいかもしれない。田中七々を